大熊邸を訪れた米国ワシントン大学野球チームひだミノるス12月1日から1965年1月26日は茨城県出身の野球選手、学生野球指導者、野球評論家。本名は日田ただ日本の学生野球の発展に多大な貢献をしたことから学生野球の父と呼ばれる。茨城県東茨城郡大場村出身。 父親は、大場村初代村長でもある豪能であった。水戸中学校を卒業後、1907年に、父親の反対を押し切って、早稲田大学専門部法学科に進学、野球部に入部する。この時、保証人になったのが小説家の押川俊郎であり、下宿で同室であったのが、張り重ねたカノブであった。野球部では二類手として、プレー、五代目首相にも選ばれた。 しかし1910年、来日したシカゴ大学に大差で6戦全敗。この責任を取り引退、コーチ役となる。翌年には、野球部のアメリカ遠征をめぐっての内紛から一時、バせがを辞め、明治大学へ転校するが、後に復学した。また、この頃、在学のまま放置新聞で記者を務めている。1913年、大学を卒業し、 押川春道の創設した武教世界社へ、張重ね高信と共に入社。雑誌、武教世界の編集者となる。この頃の押川は体調が悪化していたため、日田と張重ねの二人が実質的な編集長であった。その後、読売新聞社に勤務するも、1919年12月から1925年まで、同大学野球部の初代監督を務めた。 収入源による生活難を承知で、また当時は社会的地位もないに等しい監督に、自ら立候補したのは、シカゴ団への雪辱の思いが立ち切りがたかったからで、あると言われている。監督としての日田は、厳しい練習を選手に課す中で、壮大野球部の黄金期と呼ばれる一時代を築いた。1925年秋季東京6、大学野球リーグ戦で優勝。 19年ぶりに再開した総敬戦に勝利し同年来日したシカゴ大にも勝ち越して雪辱を果たしたことから監督を優退。総大在籍中に開発したスコアブックの付け方は後に早稲田式と呼ばれ、現在これに改良を加えられたものが一般に用いられている。その間、放置新聞社や読売新聞社で評論や 随筆の執筆活動も行うようになり、1926年に朝日新聞社へ入社以降は、日だ水州の筆名で、中東学校野球や大学野球の評論を行うと、共に、東京六大学野球連盟理事、公式記録員、早稲田大学野球部顧問として、学生野球の普及、発展に尽力した。ちなみに、ホズの名前は、中学時代の国語の先生が、 お前の苗字にもふさわしいし、ほわ水にも通ずるとしてつけたもので、何の意味もないという、ハワイ遠征から帰国した野球部を大熊重信が歓迎の宴会に招待したことがあったが、その時に、日田が豪能の息子なので、大熊がつけたという遺説もある。1932年には、安倍総らと共に、野球統制臨時委員に就任し、同年発令の文部省訓令。 野球の統制並み思考に関する件の作成に関わった。しかし、文部省の学生野球統制が強まるにつれ、ホスは野球統制令や文部省に対して批判的な立場を取るようになっていった。日中戦争の改戦とともに強まる野球への批判に対して欧米のものを排撃するなら、日本の軍隊は鎧兜に身を固め、槍なぎなたを使うのか、スポーツ指論、 と野球を擁護する論人を張った。しかし、太平洋戦争が始まると、野球に対する社会の批判は一層強まり、また、選挙区が、悪化や物資が不足していく中で、学生野球の活動は、次第に減少していった。1943年3月、戦時学徒体育訓練実施要項で、野球禁止の方針が明らかとなった時、ホスは、藤田信を 直お松太郎らと共に、小泉心三系大義塾大学塾長に働きかけ、野球存続の運動をするも、方針が転換することはなかった。1943年10月、文科系大学生の長平猶予廃止の方針が、決定すると、最後の総計戦の実現に奔走した。学徒体育訓練実施要項発令後、他大学の野球部が続々と解散していく中で、 総大野球部は最後まで練習を続け、軍部や文部省の野球弾圧に屈せず、母校野球部を守り抜いた。戦後は1946年の日本学生野球協会の創設や、学生野球基準要項を作成に尽力し、日本学生野球協会審査員にも就任している。ほか、競里の大場村で村長にも就任している。1956年に毎日スポーツ賞。 1957年に指示法賞。1958年に朝日文化賞を受賞。1960年にアマチュア野球界から河野厚氏と共に特別表彰で野球伝道入りを果たすが、1965年1月26日、新近高速のため、茨城県東茨城郡、常住村の自宅で死去。去年78、同月31日に、 青山葬儀所で学生野球層が行われた。改名は市会員熱球保島清志工事。1964年に早稲田大学野球部が監督の交代をめぐり、内紛にあった中、同郷の石井藤吉郎監督に招聘したのが母校に対する最後の方向となった。1926年から市の前年まで甲子園球場で高校野球の観戦を 毎年続け、試合表を欠かすことはなかった。実施、ただひでは、東大野球部首相を務めた。また妹家いえ河野厚氏の妻となった。一級入婚は、野球に取り組む姿勢をホスが表した言葉である。西洋伝来のスポーツであるベースボールを、ホスは、日本発祥の武道に通じる野球道と捉え、試合よりも練習に取り組む姿勢を重要視し、 学生野球は教育の一環であると説いた。また、試合でかなる状況においても、実力を発揮し得るために、練習では常に最善を尽くすべしという、練習常善の言葉を作り、過酷な猛練習の末に、真の実力が備わると説いた。こうした考えの背景には、総形の台頭前に前世紀を誇っていた一項の存在と知識は、 学問から人格はスポーツからと説いていた総大野球部長安倍伊藤の影響が大きい。ホスの評論は日本の野球指導者、ジャーナリストたちの間で長い間教本として扱われた。そのためホスは日本の精神野球の源とも言える。ホスは総大監督を辞任した後も新聞記者として自らの主張を訴え、また、 母校の後輩たちにことあるごとに訓示を行ってきた。特に総計戦前は選手たちを前にその歴史と心構えを長時間とうとうと述べ、決戦の重みを訴え続けた。彼の教えは、野球技術が進化した現代においては、古い時代の精神論として軽視、時には適しされることが多い。しかし練習でできないことは試合ではできない。 といった考えや目の前の一級の大切さを説くホスの主張は決して色あせてはおらず、プロからアマに至るあらゆる野球チームの中に息づいている。壮大野球部においては、石井連蔵を経て、孫、弟子、野村徹へと引き継がれている。水戸市高のグラウンドを見下ろせる地に混流されたホスの共造の側に、日田水州先生を忍ぶと題された佐藤八郎の死費が置かれ、 一つのものを貫き、ひたむきにそれと取り組む姿勢を賛美する詩が刻まれている。ひだの像は、かつて主戦場としていた、戸塚か球場跡にもあり、安倍層の傍らに寄り添うようにして立っている。と、ありがとうございます。